デースペシャルゴッドアフタヌーン。アッコのいい加減に旋回。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。まだアキコです。こんにちは、柿原忠です。8月最後の週末となりました。そうですね、早いです、はい、もう今年も3分の2が終わります。なんか早いっていうか、もうもっと暑いしか覚えてないね。そうですね、なんか一日一日しのいでるうちに、あれ残り4ヶ月なんかね、なんか春の思い出とか冬の思い出全然出てこない、暑かったとか暑いしかないわ。本当ですね、なんか1年振り返って暑いしか思い出ないって変な気象ですよ。そうですね、いやもう終わりか。3分の2ね、はい、まあまあこれからね少しずつ涼しくなってホッとするのを、心待ちにしてる方も多いと思いますが、はい、ただどうしても年を取ると、月日が過ぎるのが早く感じると皆さん言いますが、そうね、あっという間とかよく言うよね。以前あの NHK の番組、チコちゃんに叱られるで、なぜ大人になるとあっという間に1年が過ぎるんですか、という質問に対してチコちゃんの答え、専門家の答えは、ときめきがなくなったからだよと。らしいね。みたいです。あったわ、それ。ありましたよね。その回だった。そうですよね、あの喋られて。だからな、子供の頃は毎日が新鮮だったのが、大人になってときめきが少なくなって、月日が過ぎるのが早く感じるということで言うと、最近アコさんは、荒川を渡るという、本当にね、旅が。東京が広いってね、そうそう、感じるっていうか、はい。今まで行かなかった場所に、股関節の通院ですけど、行ってることで、ちょっと新鮮なことは新鮮。そうね、見た、あんま見ない景色。もう大体、局行く時でも、六本木赤坂とかね、テレ東とか、テレ朝とか、で、TBS は赤坂になるのかな。そうですね。で、フジテレビがお台場ぐらいで、で、日テレも汐留だから、そんなに、その、なんていうの、23区あるのは知ってますよ。そんなに、地方感がなかったんですよ。地方感出したいだけど、都会のど真ん中を移動してるわけですよ。そう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 。もう銀座通って行ったりとかさ、赤坂を通って行ったりするのに、荒川ってのはね、本当に遠いと思いました。今でも通院してますけど。そうですよね。いや、いついつそれが一回、朝一番に見ていただけるってことになって、はい、仕事上ね、帰りが大変だからっつって、じゃあ最初8時半に行きますって、じゃあちょっとでも早く行った方がいいのかって。5時に起きてですよ。私起きてすぐ行動できないから、ゆっくりあのお風呂入ったり、お風呂入るのもこの股関節と膝で大変なんですよ、しゃがむのがね。それで8時半でいつも1時間10分ぐらいかかるから、7時20分出発って言ってたんだけど、何があるかわかんないから、でも7時10分に出発しましょう。で、朝だから空いてるでしょう。またこれが混んでる。そうでしたか。朝やで。朝の7時10分からでも。で、結局その信号でいつも動かないところがあるんだけど、信号で動いてくれたから混んだって感じはしないけど、いやー、遠い。遠いですね。荒川って大きい。渡りきるののこう、なんか、時間のかかり具合であるとかね。それで、なんとか目印を見てね、ここ曲がればそこ行くんだっての、全くわからん、未だに。そう、目標となるもんがない。ああ。いやー、でも、はい。でも大事なんですよ、こういう新鮮な発見、新しい体験、それがときめきらしいですから。そういえばこの間その先週も言ったけど、ニューヨークを漫才のニューヨークのライブを見に、池袋行ったんですけど、これも遠い遠いっていうか車高速が混んでるから、そうだ、結果1時間15分そんなにかかりました。いや東京は広いんだけど狭いね。狭い。そして狭いんだけど、移動に手間がかかることもある。高速の意味があんまり感じない。ああ、よっぽどその時間帯そうだったんですね。動かない。いやまあまあ、新しい体験が大事だと、いうことですけれども、
まあでもとにもかくにも真子さんの股関節の通院もですね、はい、やっぱりこう歌うためであるわけで、そうですそうです、はいはい、最後のホールツアーが控えております、うん、秋子和田ラストホールツアーに向けて日々奮闘中ということで、うん、チケットをお持ちの方はもう本当に楽しみにされてると思います、はい、頑張ります。10月18日水曜日、うん、NHK ホール、これが東京です、はい、そして11月28日火曜日が広島市、12月2日土曜日が名古屋市と控えておりますんでね、はい、ぜひぜひ頑張ってください。はい、頑張ります。でこのいい加減に2000回、うん、今回はですね、うん、そのまあホールツアーもまさにまあこのあこさんの周年を記念してるんですが、うん、55周年記念のスペシャルということでお送りしようと。どうするんですか、何やん、まあっこさんにとってはですよ、うん、ものすごく自分の歴史だから、はい、もう今更と思うかもしれないですけど、はい、新鮮に感じる方たくさんいらっしゃると思うんです。あ、そう、改めてあっこさんはどういうきっかけで芸能界に入る歌手になることになったのかとか、うん、はいはい、若かりし頃の活動はどんな活動だったのかなどをですね、うん、詳しく紹介していきたいと。あ、そう、はい、思います。大丈夫かい、言える範囲で、はい、特に10代の頃は、はい、はい、10代の頃大阪で、やらしい方しなさい、言える範囲で、何してんの、やんちゃをしてたんですよ。あ、やんちゃね、やんちゃ、はい、道頓堀にあった伝説の音楽喫茶ナンバ一番などでアコさんも自由に R&B を歌われて、はい、デビューするつもりなんて全くなかった、全くなかったです。ある時ホリプロの大阪支社長をされていた池田さんという方から、うん、君には才能があると、東京でプロにならないか、一度ホリプロという会社の社長に会ってほしいと言われたの覚えてます、はい、うん、覚えてます。しかしアコさん全く気が乗らなかった、うん、そもそもホリプロって本当に会社があるのかと、そう、え、うん、当時いた子分にこっそりホリプロに電話をかけさせて、はい、え、どうも会社は存在するらしい、そうそう、あの電話かけたらホリプロですって出たから、はい、あるねと、そういうところからのスタートですよね、はい、そしてアコさん上京、うん、その時に東京駅で出迎えたのが劇作家の上村和夫さん、はい、同棲時代なんか、うん、原作さんね、はいはい、で本来は作詞家阿久悠さんが迎えに行く予定だったというのもすごいですが、阿久さんはまさにその上村さんと組んで劇画に取り組んでいたので、うん、原作の締め切りに追われていたため代わりに上村さんのお出迎えに行ったそうですね。そんな阿久さんの、ま、デビュー前夜のお話ですが、はい、阿久さんがデビューしたのは1968年、はい、10月25日阿久悠さん作詞のこの曲で歌手デビューとなりました、はい、この曲からお送りしましょう。和田アキ子、星空の孤独。